大道寺先生でしたら、あなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。スネ夫、いつからそこに？あの戦艦が表に出た以上、あなたはもう終わりです、お父さん。何？ですが、おかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。それにしても、あなたは大道寺に何と泣きつく気だったんです。超大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。しかし、あなたはその務めを果たせなかった。どう言い繕おうが、大道寺が聞く耳を持つことはありません。何の話かわからんな。これまで言う機会がなかったんですがね、尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。何だと？40年前、まだ子供だった私のところへ、松永という陽明連合会の幹部がやってきて、全てを明かしてくれたんです。その頃、秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。そして秘密のすべてを私にしゃべり、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。多くの人間の口を完璧に塞ぐなら、いっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて、大道寺とその神派たちは戦艦を隠蔽した見返りとして、あなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい？70年もの間、あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになれば、その汚れた過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者というわけです。最後に一つ聞かせてください。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか？なぜ息子の私にまで隠す必要があったんです？尾道の秘密を知れば、二度と裏社会から抜け出ることはできない。自分の子には日の当たる日を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。なるほど。それが岩見造船を私に継がせることだった。そうだ。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。それはあなたの勝手な言い分だ。不足に感じるかどうかは私の問題です。ではどうしろと？私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を。私から尾道の秘密について口にせずとも、私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。だから自ら動いたんです。西洋会の牢を駒にし、菅井を手なずけて東上会は
今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。お前が私の頭越しに牢を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら、私が東条会と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後見人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですがあの杯を交わせていれば、陽明連合はもっと表立って神室町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい、大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですがむしろこうしてあなたにとって代わる絶好の機会が訪れることになった。小清水、尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。父クルスタケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男を桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクルスタケルを名乗るがいい。承知しました。はるか、広瀬のおやつさん死んじまったって。だけどよ、せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。
伊達さん、ちょっと起きて。ああ、遥が医者呼んでくれ、早く。ねえ、南雲くんも少しでいいから食べて。ダメなんじゃ、キヨちゃん。わしらはもう。店長、モレノですけど、今日は開けんでええですか？おう。いや、明日も明後日も休みにしとけや。純子、おにぎりくれや。ええよ。昨夜、尾道神外町の岩見造船所に浮上した戦艦は全長300メートルを超えるもので、史上最大と言われた戦艦大和を上回る大きさです。造船所を所有する岩見造船では、この戦艦がいつどのように建造されたのかわからないとし、内部調査チームを結成。しかるべき調査の後、会見を開く予定ですが、その日程は後日改めて通知するとのことで、社内でも混乱が続いている模様です。雄太からの電話だった。遥の意識が戻ったそうだ。少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか？ほうか、そりゃよかったですの。はるかちゃんが。桐生さん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか。謝ることなんて何も。南雲、わしはの兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんがおやっさんじゃ言われても、わしはあん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしらおやっさんのこと親の敵じゃ言うて恨めんのじゃろうの。わしもじゃ、かしら。父親が死んだ時、わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。わしが親父いう言葉で浮かぶんは、広瀬のおやっさんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらを、おやっさんはほんまに用してくれた。杯受けて一番嬉しかったんは、堂々とあん人をおやっさんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思ってお前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。頭、松永と兄貴。ほいじゃ、やっぱりわしら、おやっさんのために泣いてええんじゃな。
桐生だ。今近くに来てるんですが、会えますかね、四代目。お前染谷か。ええ、お知らせしときたいことがあるんです。フェリー乗り場で待ってますから。おい待て。あれが尾道の秘密ってやつですか。恐れ入りましたね。お前一人か。ええ、ご覧の通りですよ、四代目。何の用だ。まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか。尾道はお揺れですね。もうお聞きかどうか。昨夜クルス・タケルも死にました。自殺ってことです。何。まあ自殺と言っているのは岩見恒夫だけですがね。まさか岩見恒夫が実の父親を殺したのか。どうなってる。お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話ししますよ。それじゃあ岩見恒夫も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、ゆうべクルス・タケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒夫は正真正銘の極道です。俺は六代目が不在のうちに素貝を消して登場会のてっぺん取る腹でした。しかし素貝のバックに嫌味がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す。今度の狙いは何だ。信用できねえとは思いますがね。俺はあんたを岩見恒夫や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。追い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたも、それに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと。この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら四代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺が今ここにいるのも菅井から四代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒夫に登場会を丸ごと身売りする気でいます。広島の参加になったら登場会は今とは別物。六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってジジイは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。染谷、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。俺が登場会取る時が来たらあんたと蹴りつけさせてもらいますから。
そう長くは待たせませんよ。無事か。なんじゃ兄貴、曽我は血相変えて。ママたちは。いや、もう帰りましたけど。そうか。大丈夫だとは思うが、一応連絡してやってくれ。少しの間、この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と東条会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレノにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃ。まだ大した数じゃなあで。あんなら造船所で懲りたん思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ。安心して使うさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやる。兄貴、今うちの組って。お前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。you
田で切る。外を見ててくれ。ユータに連絡を取る。ユータに？登場会がハルカたちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴か、ユータです。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういや、ハルトが物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。またハルカたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それにハルカちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。分かりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。ナグモ、お前らはどうする？わしらも行きます。ハルカちゃんとボッちゃんを守らにゃ。おやさんもそうせい言うとれますけ。わかった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさい。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。時間食っちまった。
が神室町ですか。はあ。タバコはいけんど、高志ら。よう覚えとけ。わしらの町とは違うんじゃ。行儀をしとけ。のう、兄貴。南雲は二人をセレナに案内してやってくれ。俺はタクシー拾って警察病院行く。なんじゃ、桐生の兄貴。わしら東京まで来て留守番ですかい。余計なことを言うな、高志ら。桐生の兄貴はな、これから何年ぶりかで遥ちゃんに会うんじゃ。少しは遠慮せえ。悪いな。南雲、恩に切る。ええんじゃ。戻りは遅くなっても構いませんけ。ごゆっくり。もしもし。桐生一馬だね。もう神室町からは姿を消したと思っていたよ。お前誰だ。ラウカーロンの亡霊といえばわかるかな。ジャカか。何の用だ。あんたにご挨拶をさせてもらっていないと思ってね。お前らと付き合う気はない。忠告が身に染みたようでね。最妖怪から手を引こうと泣きついてきた。つまりこの俺の命令に逆らったわけだ。組織の秩序を乱そうとしてる。あんたのせいで俺はこの男を殺さなくちゃならん。止めたければこの間こいつがいた場所に来い。一人でだぞ。待ってるからな。しばらく寝てろ。
生きてるか。なんとか。気流か。たく、自利品の挙句、仲間割れか。覆面かぶったあの男はどうした？いねえのか？こっちだよ、気流カズマ。よく来たな。別にお前にしてみりゃ、そいつら見殺しにしたとこでへでもないだろうに。こんな手の込んだ真似しねえでも、お前の方から俺に会いに来ればよかったんだ。ああ、そうだな。だが、呼んだからにはそれなりの理由があったってことだよ。彼らはジャカが本国から送ってくれた精鋭たちだ。何？気流カズマの居所を突き止めたと報告したらすぐに手配してくれたよ。我々の組織は日本支部を潰してくれたお前への復讐を決して忘れやしない。だがせっかくお前を見つけたというのに、こいつらと来たら筋金入りのボンクラでね。お前を思ったより悪いやつじゃなかったとか、寝ぼけたことを言って何も動きやしなかったんだ。街頭モニターのジャックも爆弾の手配にしても、結局全部俺がいないと何一つでき、まったく呆れるだろう。そうね。まあここで俺がお前を始末して名を挙げりゃ、ジャカもまたカムロ町に島を持つことができる。その時ラウカーロンに代わって日本支部を仕切れるのはこの俺だけさ。そんだけ頭数が揃ってんなら、俺が手加減してやる必要はねえな。なんだよこれ、そんなバカな。ジャカの精鋭が揃ってたはずなのに。俺も舐められたもんだ。なジャカの幹部たちにはこの程度の連中で首取れる相手だと思われてんだな。本気でカムロ町進出なんて考えてるなら、ジャカも少しは採用会を見習うと。連中は100や200じゃ効かねえ数の兵隊をカムロ町に送り込んできている。おまけにその兵隊たちを仕切っている幹部はお前みたいに小利口なだけの小物じゃねえ。俺が小物だと？評判通り、やっぱり甘いな、気流。俺にとどめをさせねえか。俺を生かしとくと、後で後悔することになるぞ。お前は大口ばっか叩いてねえで、もう少し、周りをよく見るんだな。ああ？
お前、危うく裏切り者に殺されるところだ。おかげで助かったよ、キリュウ。俺のことボンクラだって。確かにお前は頭いいもんな。ちょっと待ってくれ。あれはいいから黙ってろ。これからたっぷり可愛がってやる。キリュウカズマ、我々の組織があんたに手を出すといつもろくな目に遭わんらしいな。ジャカにとっての疫病神だよ。そうか。我々はしばらくおとなしくしてることになるだろう。こいつも殺しまではしない。安心していい。ああ、そうしてやってくれ。じゃあな。この町に堂島の竜がいる限り、いずれ西王会もカムロ町から手を引かされる。だから我々もその時までは安心して引き下がっているよ。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。少し出てますから。いや、いいんだ。お前もいてくれ。お前が目覚ましたら説教してやろうと思ってた。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たら、もう何から話していいのか分かりゃしねえ。おじさん、ごめんなさい。秋山、おかえりなさい。キリュウさん、よく無事でしたね。伊達さんたちと一緒に遥ちゃんたちをかくまう場所を探してたんです。急ぎだそうで。どうか、いい場所は見つかりそうか？そこそこのところは。相手は陽明連合会と東条会のトップだ。連中の目から完全に遥たちを隠しきりたい。なるほど。それが相手となると少し心もとないかもしれません。逃げる先を転々と変えるべきでしょうね。おじさん。ん？おじさんはまた私のせいで危ない目に遭ってるの？いや、そうじゃない。何にしろいろいろあってな。
今狙われてんのは俺だ。俺のせいでお前らを危険に巻き込んじまってる。だが必ず何とかする。お前やハルト、そしてユータが一緒に暮らせるようにな。え、ああ、いやでもそれはハルカちゃんがもし望むならの話で。ユータ君。え、なんで私がそれを望まないと思うの？いいのか？ねえ、キリュウさん、俺らもしかしてここにいるの邪魔なんじゃありません？あ、本当に出るんですか？冗談ですって。ちょっと兄貴、一本電話をかけてくる。電話ってどちらに？ソメヤだ。キリュウだ。ソメヤ、今話せるか？ええ。四代目は今どちらで？のんびり話してる暇はねえ。岩見恒夫と菅井の居所を教えろ。あいにく岩見の居所は分かりません。ただ菅井ならミレニアムタワーです。最上階を事務所にしてますんで。そうか、分かった。待ってください。どういうことです？菅井と会う気ですか？話し合ってどうこうなる状況じゃないでしょう。岩見恒夫は四代目の首を手土産に大道寺を後ろ盾につける気だ。連中にしてみりゃ取引の余地はありません。あんたはせめて大道寺がくたばるまでは逃げの一手です。どうせもう何日も持ちません。俺一人だけなら身を隠すこともできる。だが俺の身内を一人残らず連れて連中から逃げ切ることはできない。だとしたら、四代目、あんたまさか菅井と岩見恒夫を殺す気なんじゃ？驚いたな。堂島の竜は敵が誰だろうが殺しを目的に動く男じゃない。俺はそう聞いていましたよ。勝手に買いかぶるな。なら一つだけ言っておきます。今のミレニアムタワーは菅井の城だ。もし奴のところにたどり着けたとしても、あんた一人だけじゃ全部の逃げ道を防ぎやしない。逃げられるのはオチです。そうか、分かった。兄貴。ユータ、お前らの助けがいる。え？ミレニアムタワーの菅井に殴り込みだ。すぐセレナで南雲たちと合流して俺を待て。え、あ、分かりました。お前はハルカたちを頼めるか？それはないでしょう、キリュウさん。ん？カムロ町に戻ってきた堂島の竜が殴り込みしようって時に俺が留守番ですか？ハルカちゃんたちには伊達さんと警察がついてくれます。殴り込みに警察は連れていけないでしょうが、俺はそうじゃない。俺と広瀬一家の連中は菅井たちから的にかけられている。だがお前は今さら水臭いですよ。それに俺はあの菅井ってのが会長代行になってからのカムロ町をずっと間近で見てきたんです。一人で何もできずに下水道に隠れてこの町が荒らされるのをこらえにこらえてきた。今菅井に返しができるってこのチャンスを、カムロ町住人代表としては指をくわえて見てるわけにはいかないんですよ。秋山、俺も行きますよ、キリュウさん。まさか俺が役に立たないなんて思ってないでしょうね。
100人の味方をつけた気分だ。俺もセレナで待ちます。早く来ないと俺らだけで先に行っちゃいますよ。ああ、ユータを借りていく。あいつの手が必要なんだ。え？必ず無事に返す。俺を信じてくれ。でもそれじゃあおじさんは？俺ももちろん帰ってくる。ハルカ、いい子を産んだな。母親にだ。お前にこんな日が来るのを待ってた。思ったよりだいぶ早かったけどな。私のはるかっていう字とゆうたくんのゆうっていう字、うん、それで春とって読むの。そうか、ゆうたのゆうか。あの、ユータ君はいい人だよ。ああ、分かってる。分かってる。本当に？おじさんに殴られたって聞いたけど。ん？ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。なんていうか。おじさん。ん？無事に帰ってきてね。お前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。今のゴタゴタにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。じゃあな、ハルカ。ユータに聞きました。搭乗会の菅井に殴り込みちゃあ言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ町で人暴れじゃ。広島ヤクザの喧嘩東京門に味合わせちゃいますわ。殴り込み言うたら極度の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやすさんにも見せたかったですの。行きましょう兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。
どうも。四代目とお見受けしますが、今日はこちらに一体どんなご用？菅井と話がしたい。だが、お前らの案内は無用だ。そこをどけ！動くなよ、キリュウ！ひき肉にしてやるよ！わしらで食い止めますけ。キリュウなりきたちは先へ。踊れらかかってこっか。
片付きましたね。先を急ぎましょう。死ねえ。くそ、ユタ、まずは一人、次はどっちだ。動くなユタ、じっとしてろ。すぐに片付ける。少し我慢し、取れ。秋山、ユータのことを頼めるか。キリュウの兄貴、動くなって。畜生。ユータ、お前に死なれちゃハルカとハルトに合わせる顔がね。お前は生きろ。生きて二人のこと守ってやってくれ。兄貴。秋山、あとは任せたぞ。お気をつけて。
誰だ？あなたがお探しのものですよ、四代目。すごい。こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりの者に対応させます。代わりの者？お前はどこにいる？俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。ですよ、四代目。てめえの相手はそこの染谷だ。聞いたぜ、
あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すごい。安心してソニアに殺されな。何があった、ソメヤ。何があったって、イカれちまったんですよ俺は。おお、どれ、おお、うん、相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメヤにとどめを刺してください。何？そうすれば
彼女が見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ、四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。何をする気だ。まあ、時間切れは時間切れじゃけえの。キヨちゃん、おい、なんならこりゃ。わしが守りきる。安心せ。つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せん。こがあなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって人塊になっているのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。
頭。屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。踊れら、わしが戻ってくる前にここを出とけ。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしは秋山、お前にはユータを頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている？伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴。ん？清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないですからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、キリュウさん。なんだ？ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、キリュウさんはあいつをどうする気だったんです？よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見恒を殺そうとしてたんじゃないか。違いますか？もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げんのはもうやめてくれ。俺はカムロ町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見恒夫と菅井がカムロ町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが手を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。桐生の兄貴、他の門はもう出て行った。俺に何か話があるんだろう、南雲。岩見恒は明日来栖健の葬儀の後造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の二代目襲名じゃ言うて広島に招集がかかっとる。いいのに探りを入れさせたんじゃ。東城会の菅井も来るらしいで。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃろ。ああ。ほいじゃが、わしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。
俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬときは一緒になりそうだな、兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。私はもういつ出てもええですけ。ほいじゃが兄貴はそうもいかんじゃろ。うん。カムロ町に別れよういう時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけてつかさい。ほいじゃ。町に思い残したことはありませんの。ほいじゃったら最後の蹴りつけに行けますんで。ええですかいの。ああ、行こう。岩見造船では尾道人会長本社で今日午後、岩見平蔵会長の社葬が営まれました。超大和級とされる謎の戦艦が浮上後、十分な説明のないまま拳銃自殺を遂げた岩見会長ですが、あれ、岩見造船がこの難局をどう乗り越えるか、市の後継者である岩見恒夫社長の今後の動向が注目されます。大したもんですな。お待ちしてました。二代目クルス・タケル襲名のいい余興になります。すぐに三代目が必要になる。わしは染谷優が嫌いじゃなかったんですがの、あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとる。コシミス、広島のこの土地であんたに勝ち目はありませんよ、桐生さん。勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部ケリがつく。わしら死にに来とるんじゃ。踊れるな、
かってくんなら損格好で来いや。そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。はるか。坊ちゃんも、なんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。何。今日の昼、その本庄に警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここ。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。
連れて行け。お前ら、女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。貴様、おっと、四代目、あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのだ！てめえも！よくないわ！俺を甘く見やがって！死ね！どけ、すごい。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の国土クルスタケルの名は俺が名乗るべきなだ。銃数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。踊りはこっちじゃ。抜け駆けしたわ。後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立って使わせ兄貴。兄貴立て。この死に損ないが。誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。今見た。踊れの相手はこっちじゃ。おじさん。思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ。
岩見の坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。仕事で不甲斐、女と外を殺せ、撃ち殺せ。投げ棒すです。大丈夫です、兄貴。
いつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。クソ。よくも桐生の兄貴を。救急車急いでくれ、頼むよ。おじさん、よかった。はるか、そんな満足そうな顔しないでよ。死なないでおじさん。諦めるな。ユータとアルトと、幸せにな。おじさん、おじさん。
キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。三つの時に別れたんちゃったの。覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。ソメヤが。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。まさか清美さんが無事でおったとはのう。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったら、あんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分に、ええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろ。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃの。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろ。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のことを頼むな、田頭。松永の兄貴も沖縄に行っても達者でな、雄太。はるかちゃん。りょうりょう。もちろん春友じゃ。キリュウの兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを今度はこの子と歩かなきゃ。部署出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんの待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで。四代目の首取られた言うて若い衆が生きり立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする。六代目クルス・タケルは死に、息子の石見恒雄もぶち込まれた。小清水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。
何や、今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。俺は後悔している。言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前に様々な親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると固くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない、彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも登場界の四代目だった。六代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。大吾、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたといえば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場界の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしてもどうか親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ、大吾。親からもらった遺言を俺は守ります。広島と戦争はしない。
その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。立派に親やったやないか、キリュウ。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね、ご挨拶をと思いまして。ああ聞いたよ、おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああそうだ。よし、もう一回だな。頑張れ。さあ来い、ハルト。頑張って、ハルト。頑張れ。キリュウさんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。キリュウには遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらいますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道士稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。今回の野道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大事になることもある。超大和型戦艦クルスタケル、岩見常雄、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね。つまりあんたもその一人。
って口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意志、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？まず堂島大吾という男を無所から釈放しろ。奴が出てこないと広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと、貴様自分の立場が分かっているのか。条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生を怯えて暮らせ。極道ごときが、なめるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろう。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだキリル。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥かやハルトに会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった、その条件飲もう。くそ、なんでお前ばっかりこんな。遥かやハルト、それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。背負わせやがって。バカ野郎が。よし、その調子だハルト。できるぞ。まずさ、ハルト。
頑張れ。